青い空、白い雲、そして澄み渡る海、そして絡まる釣り糸、真ん中すごい厄介だな。いやでもほらもうほらすごいほどけてきてない？もっとぐるんぐるんしてたんだよ一回ね。あーちゃんがやってくれて、でなんか途中で私がもっとやってしまったかもしれないって言って去ってったんだよ。なんかいやそんなにだって、まあ、絡まってたけど結構すぐポポポってほどけそうだなって感じだったけど、なんか戻ってきたら、うん、とっても不可解なことに逃げたシンプルに逃げた上着を持ってくるって言って全然戻ってこないね。いたわいたわいたわ。あ、いい絵面ですねこれ。可愛い感じしますよ遠くにいると。はい、なんかキャラクターが、あ、キャラクターが走ってきた。ビコビコしてる、うん、ポケモンポコポコしてる合わせてポケモンポコポコポコポン。あれなんだよね、今日の目標何匹か釣って美味しく食べる予定だったんだよね。ええ、で前島くん何忘れたんだっけ。保冷剤と保冷バッグみたいなやつですね。ってことは包丁も忘れました。ってことは、もしかありませんね。キャッチアンドリリースの可能性が、うん、もうあのその場でもう取った瞬間こうちょっとね、まあ君のその感じだと、その野生感あふれる感じだとそれでもいけそうだけどね。それ落とさないでよ広瀬さん。それでいける。あの距離で。手で投げた方が早くてよくない？全然届かない。あ、すごい曲。ここで溶かせるのやめて、一応しるしるしる。あ、そこの、あるけど取れるかな、これ。あるなら、無理やり私取りますよ。あ、いや。なんでねんだよ。なんでてめえが釣りしてんだよ。やろう。なんで俺巻き絵投げるやつ釣らなきゃいけないの初釣り初釣りハ逆光で顔見えないけどねあ、見えてるかもしんない。なんだし、めちゃくちゃ飛んでるじゃん。惜しい。釣れてるじゃん。なんでもうサイレントだよサイレント。何の魚取れたの？え、すごい。なんだろう、念仏台の男の子。これほら見て、こんなにすごい、ちっちゃい。よくゲットしました。あ、見ろお前この野郎。すごい、念仏台だ。すごい、2匹。
た。すごい。楽しい楽しい、最高。真面目に釣りしようと思ったら取り上げられた。あ、じゃあこんな沈むなら寝がかりするっすよ。まあ。はい、もう二投目で寝がかりです。900円のルアー。やばいね。絶対やらせない。もうあーちゃんにはルアーはダメだ。100円のルアーならまだいいんだけど。本当だよ。タバコ2箱分のルアーを2投目で。もう絶対やらせない。ちょっと難しいな。だーもう練習用で100円のいっぱい買っとこう。リリースしたやつと合わせてだから12、3匹取れたんじゃない。じゃあ
さよならしますか。バイバーイ。ということで本日の授業は以上です。いやいっぱい。最後タイに噛まれた。あはははめでたい。タイさん、はい、楽しかった。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまた。